ジョンです。あ、ジョン？おぉ。おはよう。おはよう、ケイちゃん。おはよう。ジョンだよ、ジョン。あ、ジョン？拾ってきた。拾ってきた。マジかよ。靴下。発掘して。うん。同じ色。まあ、これ、学校のゴミ箱で拾った。警戒してる顔だね。ああ、そうだね。すっげえ難しい言葉使うな。上級日本語。ほんまや。うん、すげえ。知らない言葉出てきました。今日は28日。ありがとうございます。日曜日ですね。日曜日です。雨が気持ちいいですね。あの、ちょっと行ってきて。そんな体張る？今日の朝ごはんは、半日ロの詰め合わせです。イエイ。はぁ、頑張ろうかな。3時ぐらいでこの状態か。手伝ってくれるんですか？スライドもあるのか、角と角を合わせたりとか、そうそう、まあでもね、そんな精密に無理や。あ、そうなんですか、うん、さあ、床を張っていこうかな。雨、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 雨漏りしてるんだけど、床にはポタポタ来てないんですよね。すごいやん、最高やな、この部屋で。あの、床張っていくんですけど、これ奥、ホワイトオーク、これ北米さんかな。和室に対する、まあ裏切りですね。うん、しょうがないね。国産の奈良とかもほぼ同じなんですけど、なかった。で、これユニって言って、これジョイント入ってるんですよ。ジョイント入ってるのはちょっと安いんですね。ジョイントの入ってないやつはソリッドって言います。ちょっと高いんですね。で、床張るときにはこの床職人。これあの、ウレタンボンドというやつで、あの固まっても弾力が残るんですね。だからあの、床なりとかしにくいのかな、これ使うと。多分。で、使う道具、これスライドマルノコですね。借りてきました。もうほぼ壊れかけみたいな。これもね、コンプレッサーって言って空気圧縮して、あの、釘とかをパスパス打ってるやつなんですけど、これ上圧と高圧っていうのがあるんですけど、これ上圧しか無理で、まあそんなもうプロは使わないような代物なんですけども、まあ今回十分かなと思って借りてきました。で、釘を打つやつはこれ。これでパスパス打つやつ。これね、ほんでフィニッシュネイルって言うんですよ。で、本来床を打つときは、フロアステープルって言って、あの、ホッチキスみたいなやつとか、なんかそういうのを使うことが多いんですよ。あと、まあ、ブラッドネイルっていうやつ。で、フィニッシュネイルっていうのは、あの、引き抜きに対する力がちょっと弱いんですよ。まあ、そこはこの、ボンドをしっかり塗ることで、まあ、なんとかなるかなと思ってます。まあ、大工さんとか聞いたりして、ええんちゃうの言ってたから、まあ、いいかなと思ってます。で、ちょっと今日雨やからね、もういろいろ中に入れてしまって、すごい作業しにくいんですけど、もうしょうがない。置く場所もないから、なんとかやっていくしかないかな。ほんで、昨日のうちにちょっと床に炭打ってます。向こうの壁から950離したところに打ってます。あっちの方から張っていったら、ぴったりここの線に合うように。まあ、その基準ですね。本当はこの部屋の真ん中の中央に出したりするんですけど、物置いてて打たれへんかったから、中央の代わりにここに打ちました。んで、張り始めのところにも炭打ってます。この使う床材が、幅が120ミリなんですよね、こっちが。で、これこの壁から張っていって、ずっとあっちまで張っていった時に、例えば1センチとかそういう半端な寸法が残れへんように計算して、で、この位置に線引いてます。床張るので一番大事なのが、ここの最初の1枚をきれいに収めるのが一番大事ですかね。で、ここさえしっかり決めてしまえば、あとはこう張り伸ばしていくだけ。で、途中でこういうところで中間チェックしながら、まぁ、ちょっとずれてたら気合で修正しながら、そういう感じですね。今ね、ここの幅はこいつ120に対してだいたい110ぐらいになるようになってます。なんでこっち側をカットしてここにぴったり収まるように作りますね。よし、やっていこう。ちなみにオークってめちゃくちゃ硬いんですよね。ぴったりですね。ここから張り伸ばしていきます。これフィニッシュネイル、ネイラーっていう機械ですね。で、この中に入ってるのがフィニッシュネイルっていう釘です。これがなければ、まあ、普通ないと思うんですけど、なかったら、まあ、インパクトとフロア用のビスで止めていく方がいいのかなと思います。
やっぱこれがあると全然違いますね。あとね、端っこの畳寄せに当たるところですけど、ここ一応ちょっと軽く面取りしといた方がいいでしょうね。で、今から貼るんですけども、今これヒロミにもらった名刺なんですけども、こういう名刺とか、こういうものを挟んでやると、多少の隙間を持って貼ることができます。こんな感じで立てます。で、こういう断片を使って、ここにはめて、で、こう勝ち込むと入れるのに便利ですね。こういうのを用意しておきましょう。すごいですね。かっこいいやろ。倒すやろ。3時ぐらいでこの状態か。あと3時間で終わらしたいな。黒に床張りだけ。工務店の息子やな。はい。あ、そうですね。そして工務店で働いてるよね。そうです。手伝ってくれるんですか？手伝います。マジっすか。ありがとう。いいね。よっしゃ、これ。あ、どつかんでも入るわ。完璧。ちょっと愛嬌の隙間があるな。1ミリぐらい。ご飯が欲しいな。あ、めっちゃうまい。ご飯欲しい。